い、どうもフガです。今回はギタリスト向けオーディオインターフェースをご紹介していきたいと思います。とその前に、ご視聴されている皆様の中にギタリストじゃない方もいらっしゃると思います。大丈夫です。今回の動画はですね、まあ一応ギタリスト向けというカテゴリーではやるんですけれども、ボーカリストでもベーシストでも全く共通なので、ご心配なくこのまま見ていただければいいかなと思います。そして、まあ、今回のね、動画の構成をまずは話していきたいんですけど、まずインターフェースっていうものの選び方ですね。選び方、それからおすすめのインターフェースを紹介するんですけど、3万円以内のものをね、今回はラインナップとして紹介させていただきます。はい、まずですね、インターフェースの選び方になります。つまみが表に出てるもの、それからつまみが側面に出てるもの、これがまずインターフェースの分かれ目になります。これ2つとも用途が若干違うんですね。例えば表に出てるもので言うと、ヤマハの AG シリーズ、まあこういうやつですよね。これだって表につまみがいっぱい出てるじゃないですか。要はこれって音を収録してる間につまみを動かしたいから表に出てるんです。で、今度はつまみがサイドについてるもの、これらっていうのはある一定の数値で固定したまま収録したい人向けなんですね。もちろんつまみは動かせるんですけど、ある程度固定しておくために側面についてるって感じになります。さっきね、紹介した表に出てるこのヤマハの方なんですけれども、これは例えばですね、ゲーム実況者とかの方で配信中に今から面白いこと言うぞっていうタイミングでエフェクトボタンを押します。そうするとリバーブがかかってエコーがかかったサウンドになるので、そういうのを配信中にやりたい人向けなんですよね。使用用途とか使う目的によってはそういう感じで分けられるよっていう感じになります。早速製品の方を紹介していきたいんですけれども、最初こちらですね、ベリンガーの UM2 です。はい、ベリンガーですね。ちょっとベリンガーって聞くとね、やっぱ安いイメージがあると思うんですけど、まあそのイメージの通り6000円で買える製品になります。このモデルのいいところっていうのが、まず安いっていう点と、インターフェースに必要な機材機能っていうのが全て揃っていること、これですね。もうこれあれば正直ベリンガーでいいなって僕は思っちゃいました。また音なんですけど、実はですね、他のインターフェース、今から紹介するモデル、まあ、3万円以内のもの揃えたんですけど、他のものと比べても正直そこまで変わらないです。なので音に関しても結構自信を持って、まあいいんじゃないのってとこまで来ています。最初のこのベリンガーでまず伝えておきたいとこというか、確認しておきたい事項がありまして、まず皆さんどういう感じで音を収録されるんですかねという、そこをまず確認したいところで、ちょっと僕の部屋がここ見えてると思うんですけど、僕はこのスピーカーを通してですね、ギター弾くとここから音が出るようにしてるんですね。つまり、インターフェースを介して PC にもスピーカーにもケーブルをつないでおいて、でどっちでもこう音を鳴らせるようにしています。 PC で音を収録して、でスピーカーアウトで聞く、モニタリングするっていう感じにしてるんですけれども、こういう形態をするにしても、例えば PC だけ、 PC につないで収録するだけで、PC からまあイヤホンなりヘッドオンさして音を聞きながら収録するっていう場合でも、ある程度このベリンガーの6000円のラインで全ての機能が使えるんです。もうこれで十分なんです。なのでまず6000円でこういうことができるんだよっていうのを頭に入れておいてほしいんですよ。しかもちゃんとこのベリンガードライバーソフトついてるんで、もう本当にこれで全てちゃんと買えば揃っちゃうって感じになります。そしてもう一つ確認しておきたいことが、ワン端子でいいことですね。まあお一人様用ということで、例えばギターだったりマイクだったり、いろんな端子を同時にたくさんつなぎたい人っていうのは、これから紹介するモデルっていうのはあまり検討しない方がいいかもしれません。ただ僕みたいに、まあ、ギターをただ収録するだけっていう場合の人であれば、ワン端子でいいんですよ。マイク端子とライン端子が一つあればいいっていう感じになりますよね。もちろんこのベリンガーもワン端子になります。ワン端子とはいえど、マイク端子とライン端子共通の端子が一つあるので、シールドを挿してもいいし、マイクを挿してもいいしっていう感じになります。続いておすすめするインターフェース、これ同時におすすめしちゃいたいなと思います。こちらです。モツ M2、 それからソリッドステート SSL2、 こちらになります。
これら両方に共通する点としては、3万円の世界基準のオーディオインターフェースの一般的なラインで考えると音質がいい方に当たるからです。かなりですね、明瞭感があってクリアな音質が特徴的な2機種になるのでおすすめしました。正直これだけなんですよね。先ほど言った通りですね、お一人様用インターフェースにおける最低基準が6000円のベリンガーで備わっているっていうことなので、この3万円基準の2機種に関してはもう十分すぎるぐらいの機能が備わっているっていうことなんですね。もちろんソフトもついてるし、あとは端子も十分だし、基本的な機能は十分揃っている。そして音質が保証されるっていう感じになります。じゃあベリンガーの6000円の方で良くないって思っちゃうかもしれないんですけど、今回あえてこの3万円のラインをご紹介した理由としてはレイテンシーになります。レイテンシーって何っていう話なんですけど、弾いたり音声を発した収録した時にですね、生じる遅延のことなんですよ。ギターを弾いた時にモニターから出てくる音のスピード、弾いた瞬間にパッと音が出ればそれはレイテンシーがないことになるんですけど、大体の安いインターフェースになってくると遅延、そのレイテンシーが発生するということになるんですね。正直この2機種、モツもスリットステートもレイテンシーは存在します。これら2機種に関してはまだマシかなっていう印象があったので、今回は、音質面とレイテンシー面で3万円台の2機種としてモツとソリッドステートの SSL2 ご紹介させていただきました。続いての機種がもう1機種あって、これが大本命、もう大本命なんですけど、それを紹介する前に1回ちょっと話しておきたいことがあって、もう多分皆さんね、もうお分かりだと思うんですけど、インターフェースって差別化を図るのがめちゃめちゃ難しいです。こうやってレビュー動画を撮ろうって言っても、正直見た目と音と、あとは何でしょうかね、レイテンシーの差ぐらいしかないんですね。もう6000円のベリンガーがあそこまでのクオリティを誇ってるがゆえに、後の値段帯のインターフェースっていうのがもう差別化を図れないような感じになってるんですよ。なので注目する点、差別化を図る点としては、レイテンシーと音質と見た目、この3つが自分に合ってるかどうかっていうのが分かれば、あとは何でもいいと僕は正直思います。その上で今回この後紹介する製品がめちゃくちゃ本命、これはぜひともおすすめしたいっていうのがあります。今月2021年12月下旬からですね、発売されますユニバーサルオーディオのボルトシリーズになります。こちらがラインナップです。ドン。はい、こんな感じでね、たくさんあります。この中からですね、おすすめしたいモデル、真ん中のボルト176になります。で、またちょっとあらかじめ言っとくんですけど、今回のこの動画案件じゃないので、ちゃんと率直にちょっとレビューをしていこうと思います。この機種なんでおすすめするかっていうと、ユニバーサルオーディオのマイクプリとコンプレッサーが付いているのにもかかわらず一番安いっていうところです。なんで安いかっていうと、高いモデル、ボルトの高いモデルのシリーズよりは端子数が少ないからですね。ワンインプットになります。ですが別にそれ構わないですよね。なんでかっていうと、一人でやるから、一人で収録する場合はもうワン端子でいいわけですから十分なんですよね。必要最低限というか、それ以上もそれ以下もないっていう感じで、ワン端子でいいですよねっていうことも踏まえて、やっぱりこのボルト176ってめちゃくちゃいいなと思いました。ここまでちょっとベラベラ話しちゃったんですけど、衝撃的なのがこの3万円っていう値段なんですよ。ユニバーサルオーディオのインターフェースが3万円で手に入るんですよ。今まで一番安かったユニバーサルオーディオのインターフェースってソロの7万円ぐらいのやつですよね。6、7万円ぐらいなんですよ。半分で手に入るようになっちゃったんですよ、オーディオインターフェースが。ユニバーサルオーディオのやばくないですか。めちゃくちゃすごいですよ。今月の下旬発売されますからね。僕もね、ユニバーサルオーディオはもうめちゃくちゃ好きで、普段使ってるのはこの、ユニバーサルオーディオアポロツインのマーク2になります。これ15万ぐらいするんですよ。そのユニバーサルオーディオのクオリティが3万で手に入るんですからね。これでね、もうやっと凄さが分かってくれるかなと思います。じゃあこのボルトの176のね、詳細についてちょっとね話していこうと思います。このモデルの主な特徴としては、もちろんインターフェースとしての最低限の機能は揃っています。それプラスエイブルトンライトっていうソフトがついてきます。これがあのユニバーサルオーディオの他の製品になかった点で、今まではユニバーサルオーディオの
ソフトがついてきたんですけど、今回はユニバーサルオーディオのソフトじゃなくてエイブルトンのソフトがついてきます。そしてなんといってもですね、これスイッチがね表についてるんですけど、ユニバーサルオーディオの象徴ともいえる1176コンプ、それからマイクプリのスイッチが表についています。僕が使ってるこのアポロツインもそうなんですけど、あの容量が実は存在して DSP が存在するんです。どういうことかっていうと、中でプラグインを立ち上げられるんですね。このインターフェース内でプラグインを立ち上げることによって、ソフト内で立ち上げるプラグインだったりシミュレーターの前掛けをすることができるんです。前掛けでプラグイン立ち上げて、その後にソフトで処理をするっていう感じができるんですけれども、実は今回のボルトシリーズには DSP っていう概念が存在しません。その代わりに潜在的な能力として、その1176コンプ、それからマイクプリっていうのがついてるような感じになります。ここでユニバーサルオーディオの製品を知ってる人からすると、ユニバーサルオーディオの製品なのに DSP が存在しないんだったら他の3倍のインターフェースの方がいいじゃんっていう意見ね、僕実際に見たんですけど、そんなことは一切ないんですよね。なんでそもそもユニバーサルオーディオのインターフェースに DSP が存在するのかっていうと、ソフトの動作を軽減させるためなんですよ。要はソフト内でいろんなプラグインを立ち上げると動作が重くなってしまうから、インターフェース内で必要な分を立ち上げることができたらソフトの処理を軽減させることができるよねっていう目的で入ってるので、そもそもインターフェース内でプラグインを完結させてしまおうっていう考えが間違ってます。なので DSP が存在するしないっていうのは正直あんま関係ないです。なぜなら今回はお一人様用インターフェースを紹介するので、そもそもですねプラグインっていうのを立ち上げるっていう頻度、それから物っていうのが少ないですよね。正直立ち上げるプラグインめちゃくちゃ少ないと思います。だからそもそも DSP の容量がなくても困らないっていう話なんですよ。なんだったらすでに1176コンプ、めちゃくちゃいいコンプ入ってるし、めちゃくちゃいいマイクプリ入ってるんで、これ十分使ってあげれるって考えるだけでもだいぶお得なんですよね。もちろんこれだけじゃなくて、ユニバーサルオーディオのプラグインこんな感じでねついてくるんで、全然問題なく使えますし、お得感がめちゃくちゃあるんですよね。そしてもう一つ、これまたすごいなと思ったのが、 Mac だけじゃなくて Windows にも対応するようになりました。ユニバーサルオーディオってなんかみんなにこういうのを提供するよっていうメーカーじゃなくて、俺についてこいみたいな感じのメーカーさんなんですよ。だから幅広い人に向けて製品を提供するっていうスタンスじゃなかったんですよ。だから Mac しか対応してなかったりしたんですね。でも Windows でも対応するようになったので、まあ結構幅広い人に提供がいくんじゃないかなと思いました。ここまで話しておいてあれなんですけど、この見た目すごく可愛くないですか？木で囲われてる感じ。実はこれコンプレッサーが搭載されているモデルは木で囲われていて、コンプレッサーが搭載されてない安い方のボルトシリーズにはこの木の枠が搭載されてないんですね。なのでそれも踏まえて3万円のモデルめちゃくちゃいいなと思いました。やっぱりデスクにねこれが置いてあるだけでかなり可愛いしおしゃれだし、見た目においてもねかなりいいなと思ったので、先ほど言ったオーディオインターフェースって差別化を図るのが難しいよねっていうのもちゃんと着目されてるモデルなんですよね。そしてユニバーサルオーディオの製品ならではっていうところで、レイテンシーの少なさですね。僕が使ってるねこのアポロツインなんかもそうなんですけど、マジでレイテンシーないんですよ。本当にない。なのでここの部分に関しては全く問題いらないんじゃないかなと思います。本当にねストレスなく使っていけるんじゃないかなと思いますし、あとは大事なのは音ですよね。音も僕ちょっと聞いてきたんですけれども、音めちゃくちゃ良かったです。やっぱり正直このマイクプリとコンプを使わないと3万円の他に紹介したモデルと並んじゃうかなっていう感じはあるんですけど、このコンプとマイクプリがあることによって3万円の中でも特筆した音をね出力できるっていうのが体感できました。めちゃくちゃ音良かったです。ユニバーサルオーディオっていう圧倒的なブランド力と、あとは性能、あまり難しいことは考えず一般的なものを揃える、もしくは価格をグッと抑えてベリンガーを買ってみる、いろんな選択肢ができるかなと思うんですけれども、今月末ですね、今月末発売されるボルトシリーズめちゃくちゃチェックしてほしいなと思いました。注目されるんじゃないかなと思いますし、なんだったら売り切れちゃうんじゃないかなぐらいに思ってます。以上をもちましてこの動画を終わりにしたいなと思います。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。こちらの方からチャンネル登録、また気になった動画ありましたらぜひとも閲覧よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。